残りあと1日ですか、下で終わりますけど、オリンピックに向けて、いい調整が、ここでできてますし、おいしいものをたくさん食べて、みんなで力を合わせて頑張っていけてるので、最後まで怪我のないように、しっかり追い込んで、オリンピックに向けて頑張っていきたいなというふうに思います。本当にたくさんの人に歓迎していただいて、練習を見に来てくださって、声をかけていただいたりして、またより一層、頑張ろうという気持ちになることができました。いろんな人に歓迎 していただいて、練習でもたくさんの人が毎日見に来てくださって、本当に注目度が上がってきているんだなということも実感しますし、オリンピックが近づいているということも改めて実感しました。美味しいものをたくさん食べてよかったです。私なんですけど、温泉と動物園に行かせていただいて、またご飯の方もラーメンだったりジンギスカンだったりといろんなものを出していただいて、とても美味しく楽しい時間でした。何が一番美味しかったですか？豚丼です。これと